、そして2コーナーから3コーナーに向けてトップで抜けてきたのはまずは木内か。3コーナーから4コーナーへとサイドバイサイドになっています。横いいサイドとアウトサイド大きくはみ出してしまって3番手にドロップしたのはカーナンバーのこれ19番が荒尾ソータですね。3コーナーから4コーナーでサイドバイサイドでした。さあそしてヘアピンでもさらにサイド渡来が出てきた、渡来が出てきたがクロスラインでまた戻ります。トップ2のバトル、木内修馬がトップ、2番手に渡来、3番手には大村海田、4番手にカーナンバー19番の荒尾ソータ、トップ4は以上の4台。少し離れましてカーナンバー14番小田優を先頭にした第2集団、1コーナーで入れ替わっていきます。この集団を依然として大集団。さあそしてトップ4は2コーナーのところに入り口で横並びになりましたが、3コーナーでまた1列となっています。いつでも攻められるぞといった風情のこの4台、依然として木内がトップですが渡来がかなり良さそうです。テール2ノーズになって再びヘアピン飛び込む渡来太一、序盤から攻めていきます。今度はクロスも取れません、そのまま抑えていくモナコヘアピンに入っていきます。トップ4、さあそして5番手以降の第2集団だった小田優が前についてきました。その後ろ少し上がりまして佐藤、さらにはフォアナンバーが16番にヤコブロードが上がってきましたね。ヤコが7番手まで上がってきました。さあ木旗が振られています。カーナンバー12番シラメットが5コーナーでスローダウン止まってしまいました。止まってしまいました。さあシラメットマシンを降りたら終了ということになりますが、再び動き出すことはできるんでしょうか。集団をやり過ごした後ですが依然として動けません。トップはモナコヘアピン、おインサイドから渡来太一飛び込んできた、渡来飛び込んでトップ浮上。さあトップ5までが一段となりました。1コーナーへと向かっていく飯田は渡来の車に飛び込んできた、アロハトップ3、4、5までが一段となって2コーナートップは荒尾に入れ替わっていきます。そして3コーナーではまた木内修馬が戻してくる、4コーナーでそのままインサイドをキープして木内2番手をなんとかキープしております。トップはこれで抜け出しました。カーナンバー19番の荒尾ソーダ、頭一つ抜け出した感じになっております。さらにですね6番手以降もついてきまして、トップ集団は7台となりました。モナコヘアピン、トップ7、さあ4番手5番手あたりが入れ替わったか。スタート直後好調でした大村海田、そこからですね小田優が集団飛び込んで1コーナーのところではまた向かってきた。4番手以降が横並び、トップ3から少し離れました。トップ集団が3台と4台のバトルにちぎれていきます。トップ3は4コーナーをクリアしてくる、絞られていくか。木内と荒尾と渡来です。カーナンバー19番荒尾ソータは開幕戦では6番手でした。さあその荒尾がトップに浮上、木内と渡来が追い上げる形となりました。モナコヘアピン、そして4番手には大村海田が戻りまして単独です。少し離れまして5番手カーナンバー20番の佐藤、その後ろに小田がドロップし、さらに何かついていくという展開になっているでしょうか。ヤコは13番手スタートからまた追い上げてきた形になります。5周終了、6周目に入っています。15周の予選ヒート、まだまだこれからではありますが、上位陣はトップ4、そして5番手争いが3台、8番手は単独でカーナンバー18番の山口右京ですね。そして9番手がテールトゥーノーズとなっておりまして、この2台が今モナコヘアピン手前となっています。さあ先ほどのテールトゥーノーズ17番と33番のノザワとさんです。6周終了、7周目、先ほどまではぐっとまとまっていたトップ4の中から大村海田がちょっと離れまして、トップ3が形成、さらに5番手以降はまたまた離れてしまいまして、小田優、ヤコ、そしてドロップしたのは佐藤亮太ですね。その後ろにいたカーナンバー18番の山口右京も近づいてきまして、ここがですね
第二集団的存在を大きく膨れ上がっています。7周終了、8周でトップ木内と、そして2番手アロー・ソーター、ぐぐっと縮まって木内がインサイド1コーナー飛び込んだが、木内シューマがトップに上がります。しかしまだまだシーソーですね。4番手で、まあ、今はちょっと離れて様子を見ているような感じになっている大村海田からすると、前はもうどん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 競り合ってほしいと、そんなところだと思いますが、さあ6コーナーのぐっとヘアピンのように曲がってくるコーナー、そして最後のタイトなモナコヘアピン、後半は中継速が続いています。さあここからの立ち上がり、あ、お互い立ち上がりがいいですね。次の1コーナーあたり飛び込めそうなぐらいスピードは乗っているが、1コーナーでは入りません。かなりしかしラインキックがタイトに回ってきています。3番手の渡来、8周終了、9周目、残り周回数は7周、渡来3コーナーで入った人は荒尾に対して攻めていく、2番手に浮上、4コーナーそのまま立ち上がってきます。最終コーナーあたりからスピードが乗っていました渡来、2コーナー3コーナーで行った後はそのまま守りたいが、荒尾が今度は6コーナーヘアピンで入った。さあこれで木内周馬は楽になりました。前回と同じような、おーもなく入った渡来、渡来2番手に戻します。4番手大村は少し変わってきたか、5番手小田裕子の後ろから6番手ヤコリョウが、こちらもテール系のそのまま1コーナーヤコリョウさんが飛び込んだか、立ち上がりを見せるか、2コーナーに向かって、その後ろでのバトルはヤコが速攻、5番手争いが変わってきました。13番手スタートからローリングで遅れましたヤコが5番手まで上がってきています。ヤコの後ろにはスタート直後かなり好調だった小田、6コーナーで戻していきたい、今飛び込んでいく、5番手争いが激しくなっています。残り周回数は5周です。トップ4は落ち着いたか、2番手3番手争い渡来と荒尾が雲、そして5番手争い小田裕を先頭に、後ろのカーナンバー18番山口や24番松山も近づいてまいりました。5番手争いが今激しくなってきている3コーナーです。2番手3番手は渡来の後ろから荒尾、まあ、まだ予選ですので当たってしまうほどのバトルはしないと思いますが、その後ろの大村も噛んでくるとわからないですね。残り周回数まもなく4周というところ、トップ4は変わらない。5番手争いが横並びになったモナコに向けて飛び込んできたのは小田、その後ろから山口も入ってきまして、山口がここで夜行を交わします。そして夜行の後ろからは松原流星と4台になった、おーその後ろでは3手新庄、そして7から20番の佐藤龍斗とのバトル、1コーナーへ入っていきます。さあ2コーナーではその前の5番手争いまた入れ替わっていく、ここはちょっと目が離せない戦いになりそうですね。2番手3番手も気になりますが、この5番手の4台が非常に接近しています。山口がここに来てペースを上げてきたか、集団のトップに立ちましたが、小田もそしてその後ろにいるドライバーも余力を残している、一番飛び込んでいった。さあこれは松原か、松原ワンポジションのアップ、ワイルドカードが前後2台並んでもなく入っていく、横かなりタイプに飛び込んでいったんですが、パッシングはならず、小田優はその後ろにドロップ、そして3手進が近づいてきた。この争いは非常に興味深いものがあります。予選としては終盤に差し掛かっています。残り周回数は3周です。トップはカーナンバー10番の木内で、もうこれは間違いないでしょう。2番手渡来と荒尾は、残り周回を考えると荒尾がそろそろ動き出すかなという感じ。4番手には大村海田が依然としてじっと前の感覚を縮めながら見ている。5番手このバトルからは山口右京が逃げ出しまして、その後ろに松原が上がってきて6番手です。5番手争いは6番手の後ろに手を挙げていて、残り周回数は2周です。さあ2番手3番手残り2周というところで、荒尾が狙っているのはもう間違いありません。ピッタピタにつけてきた。3コーナーから4コーナー、かなりタイトに渡来も後ろを気にして走っている。6コーナーに向けて
穴をラインを変えてくるが飛び込むか飛び込んだギリギリだが飛び込んだ大村を見たついていったーロコーナーなんと渡来と大村大村が飛び込んだところで渡来に乗り上げてしまいました。渡来にとってはかなりアンラッキーな3番手4番手ストップ。6コーナーさあこれで大村海とそして渡来が止まってしまったことでトップ通過9時の穴を3番手に3番手18番ユッペガーラの山口右京が5番手争いから抜け出していてよかったという感じで上がってまいりました。さあこれがファイナルラップということになります。最初のアウトは切ったものの大きくドロップです。トップ通は単独3番手山口4番手には織田優です。で5番手争いが3つ前になって今6コーナーへと入っていくところ5番手争いラインは変えているんですが大きな入れ替わりはないか。このカラーリングは3手ですね。3手が5番手に上がってきた。大橋とモナコ6番手争いワイドカート同士のサイドバイサイド前に進化を受けるのは松原その後ろからヤコー